トルドールホールディングスの株が分割したあの証明書が来ました。コロナが発生する前に二分割するっていう話なので、2648円でトルドールホールディングスという株を100株買いました。264,800円に手数料2700円が加わった状態ですね。まあなんですけど、まあここを見たらわかると思うんですけど、この100株が200株になりました。2020年4月1日をもって、で普通こういう分割したらだいたい1年後か1年後ぐらいにはこの1324円がまた2648円ぐらいにはもう大概の株戻ってるんですけど、今回は全然戻らなかったです。っていうかむしろ下がり、若干下がった、一時期1000円割り込むぐらい下がったんですよ。原因はコロナウイルスですね。コロナウイルスでこのトルドールホールディングスの丸亀製麺、まあ当然店の中は3密じゃないですか。だからお客が全然来ないということで売り上げ相当としてますね。まあトルドール丸亀製麺も持ち帰りをやったり、店内のなんか席を開けたりとかしていろいろ工夫して持ち直してきてはあるんですけど、でもコロナはすごいですね。まあもう他の株も結構もう損失出してます。まあ優待の方は前の時は100株で2000円、つまり100円分の食事券が20枚もらえたんですけど、これが200株になったことによって1年目は4000円、100円分の商品券をなんと40枚もくれるんです。でも2年目からはさらに増えて7000円、これが年2回もあるんで1万4000円ですね。で僕の場合はいつもゲオで漫画や DVD を毎週借りるんですけど、その道渡った真向かいに丸亀製麺があるんですよ。でこの優待を使って漫画借りた後に食べに行くこともがあってもいいなぁと。まあ丸亀製麺美味しいですしね。で僕は200、もうこれ一生売らないんですけど、200株で4000円でも100株でもちゃんと優待が出ます。100円分券30枚3000円分、これは2年目になってもそのまんまで、それ以上上がらないんで、増やしたかったら200株もう100株買い足してもいいですけど、まあ今はもうさすがトルドールホールディングスというか、一時期この1324円が1000円割り込む960円ぐらいまで下がったんですけど、今日令和2年の5月15日の終了時点では1329円まで回復してます。まあ僕が買った時よりも5円、まあ分割してるから、分割前だとこの2648円が2658円に、まあ値段がちょっと上がったということで、まあラッキーっちゃラッキーなんですけど、そうそう、トリドールホールディングス配当金があります。1200円です。まあこの1200円から 20.4% の税金がかかるんで、実際は936円のまあ配当金がもらえますね。でこれなんですけど、まあ26万5800、これ買った時読んだな、まあいいや、936円で今現在100万円を銀行に預けると3年定期にしても800円しかもらえないんですよ。でこれに対して26万5800円で936円ももらえるんだったらいいですよ。さらにこの優待がついてくれば、まあこういう意味で、まあ株はまあなんか物によってはおすすめだなぁと言いたいんですけども、株ってやっぱ落ちるリスクもありますよね。でコロナウイルス、ちょっともうコロナウイルスのあった後に株を2つ買ってるんですよ。ちょっとまあここまでコロナがなんかこじれるとは思ってなかったのもあるんですけど、このアイスタイルを588円で200株買って、今日の終わり値は275円、もう半額以下です。でこれはヤーマンが888円が6